左から、熱帯雨林温室、居住棟、日周気圧調整ドームバイオスフィアにとは、アメリカ合衆国アリゾナ州オラクルに建設された、巨大な密閉空間の中の人工生態系である。名称は、第二の生物圏の意味であり、建設の目的は、人類が宇宙空間に移住する場合、閉鎖された狭い生態系で、 果たして生存することができるのか検証することと、バイオスフィア1すなわち、地球の環境問題について研究することであった。なお、バイオスフィア2と記載される場合もある。バイオスフィア2は、砂漠の中にそびえ立つガラス張りの巨大な空間に、熱帯雨林、海、湿地帯、サバンナなどの環境を世界各地から持ち込んだ、動植物で再現している。 日光によって空気が膨張し気圧が変化するのを防ぐために巨大な気圧調整室が設けられた。建物の面積は1.27ヘクタール、最高部の高さは約28メートルあり、これまでに建設されたこの種の施設として最大のものである。しかし、温度の上昇は防ぐすべもなく、冷却と照明に関しては外界からの電源供給に頼っている。 夢としては太陽光などでまかないたいらしい。実験はこの中で濃厚、牧畜を行い食料と水分、そして酸素を自給自足することを最大目的としている。目的達成のために様々な科学的分析なども自らの手で行わなければならないが、廃棄物はすべて狭い生態系を循環するため、通常考えられないほどの高濃度で食料を介して、 口に入る可能性がある。したがって、試薬なども安全性に十分な配慮がなされている。実験は2年交代で科学者8名が閉鎖空間に滞在し、100年間継続される予定であったが、実際には最初の2年間で途切れた。第1回は1991年9月26日から1993年9月26日まで、その後、 第2回は1994年に6ヶ月間一時的に行われた。バイオスフィアに内部からの風景第1回のミッションで実験生活を行ったのはアビゲイル・アリー、ロイオール・フォード、ジェーン・ポインター、リンダ・レイ、マーク・ネルソン、サリー・シルバー・ストーン、マーク・バンツリオット、ターバー・マッカラムの8名である。実験が継続不可能になった背景には次のような問題がある。 150億円を地元の資産からが投じて建設されたバイオスフィアニが8人の人間を短期間しか生存させることができなかったことはいかに生態系を模倣することが難しいかを物語っている。例えば熱帯雨林の木はすぐに枯れたがこれはバイオスフィアニの中に風がなかったため木が自らを支えようと幹を強くすることを怠るようになったためだというこのように生態系は 様々な複雑な要素が微妙なバランスを保って維持されているのである。1995年にバイオソフィア二の海へはコロンビア大学に委託され2003年まで教育施設として利用された。2003年時点で1200人以上の大学院生らがこの跡地で生態系に関する研究活動を行っている。2005年には 建物周辺の土地と共に売りに出され、2006年に宅地開発業者によって購入された。2007年からは、この施設をアリゾナ大学が利用している。見学者を積極的に受け入れている。解説付きのツアーで、レインフォーレスト、地下の機械類、西の圧力調節ドーム、居住棟を見ることができる。見学者数は2004年4月15日で、延べ200万人。 日本においては、財団法人環境科学技術研究所が青森県六ヶ所村で閉鎖空間長期間滞在実験を試みている。ありがとうございます。